ショールームをご覧の方、こんばんは。乃木坂46の新内舞です。さて、行きますか。すっかり冬になってニットを着ております。これ薄手のニットなんで、なんか今年ニットめっちゃ買ってた。気づいたら多分 5?6? ぐらい買っててびっくりしました。あんま私あのこういうやつタートルネックみたいなのって買わないんですけど、なんかいつもね冒険しちゃうの。1個ぐらい買っちゃうんだよね。可愛いじゃん、可愛いなって思っちゃうんです。私もだけどあんまり似合わないからそうなんです。でもこれはちょっとざっくり系のタートルネック、タートルネックなので来ました。首長い方羨ましいなって思いますね。あとあの輪郭がしっかりしてる方は似合うから、やっぱり私丸顔だし首ちょっと短めなんで、めちゃくちゃ骨格ストレートなんであんま似合わないんですよね。でもね挑戦しちゃうのいつも。なんだろうね、憧れはあるんですよきっと。テストとかわかんのかな男性。いや私見てて骨ストじゃないっていう人がいたら逆になんかもうびっくりしちゃうぐらい、本当になんか代表的骨ストって感じ。骨格ストレート、うん、ね、ナチュラルでよかったな。骨格ってめっちゃ思う。骨格ナチュラルは私の憧れです。男性もでもあるんだよね骨ストとかあるらしい。あんま分かんないけど、うん。でもなんか男性だったら骨ストって本当になんか事故りやすいって言うんですよ。その服装がなんか上半身がに重心があるタイプだから、足とかはシュッてなってるんだけど上にあるからその着膨れして見えやすいってよく言われてて、でもなんか男性で着膨れしてる人をそんなに見たことがない。なんか上がもうすごくて下が細いみたいな人そんな見たことないなと思って。男性でもあるのかな、ちょっとわかんないですけどね。でもなんか結果ユニクロが似合う人がいいなって思うんですよね。だってどんなにさやっぱ高いお洋服とか着ててもさ体型だなってピラティス始めてから本当に思いますね。うん、そのうん、なんかそのうんっていうなんか名言とかも見て確かになって、なんか3メートル離れたところからなんかそのハイブランドのお洋服は分かんないけど3メートル離れてても体型は分かるって言われて、ああ深いと思って確かにな、うん。でもすごいなんかやっぱ姿勢とかは気になりますし、本当ドームを来てくださる皆さんは私がピラティスを始めてどんだけ変わったか見ててほしい。私8月にあのなんだっけ、全国ツアーやってたじゃないですか。私その全国ツアーのその動画見てても私たち見れるんで、あの復習用にというか見れるんで見れるんですけど、本当に本当に姿勢が良くなったんですよ。本当に後で見せるねっていうぐらいそうなの。だからすごく見てほしいですね、特に会場にいる方は、うん、移動中の姿勢とかどんだけひどい姿勢してたんだろうって私今思いますもん。そう本当にそう、なんかコメントでも骨格も大事だけど姿勢なのよって言うけど本当に耳が痛いです。なんか今までの姿勢は本当になんだろう、甘えだったなってすごく思います。いやーね、すごいみんな。でも本当に乃木坂の子って基本的に姿勢いいなって思いますね。
私悪いんだろう。でも私もう幼稚園の頃から言われてたんですよ、お母さんに。なんか姿勢良くなりなさい、姿勢をちゃんとしなさいって言われてたんですけど、自分でしてるつもりだったんですけど、どん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 こうやってなっちゃってつって良くないですよね。なんですかね、うん、しかもバレエ経験者なんですよ一応私てかお母さんが姿勢が私が悪すぎたのを心配して私をバレエに入れたんですよ。そうなんですよね。背高いこと気にしたわけでもないし、なんですかね。でもなんかちょっと思春期は猫背がかっこいいって思ってた節はある、正直。中学生ぐらいとかそれが加速させた気はしますね。なんか猫背の方が雰囲気出る感じ分かります本当に、それは私のダメだったところだな、本当に思いますね。そうそうそう、ほん確かにあの L とか、なんだっけ、デスノート、そう L とか、そうなんですよ。なんかしかも身長が高い人の猫背がすごいかっこよくて、うん、ね、そうなんですよね。はい、まあまあまあ、ちなみに11月10日、ま、らしいんですけど、同盟まであと10日みたいです。いやー、みんな来る？同盟来てほしい。いやでも限りがあんのか、悲しいな。今日またなんか抽選あったんですかね。でもすごいみんな頑張ってます。もうでも投資とかはやってるんですけど、意外と。でも来週がね忙しいんですよね、うん、割と。なんで私も頑張らないといけないなって思うんですけど、うん、あ、え、配信やるんですか。あ、配信やんの、知らなかった2日目？あ、そうなんだ。配信あるんだ。やんだ、知らなかった。え、やば、顔気をつけなきゃえ、2日ともあんの？本当に？あ、そうなんだ。あ、本当だ、本当だ。なんか2日たまるんですね、知らなかった。頑張らなきゃですね。じゃあなんかそのやっぱね、やっぱ当たらなかった方もだし、なんか時間つけれなかったなって人もね、見ていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、毎週水曜この後深夜1時からラジオラジコショールームで同時生配信、乃木坂46のオールナイトニッポンのプレイ番組としてお送りしているこの番組。このところこの直前スペシャルでは、私が子供の頃に見てトラウマになった記憶がある、手の甲からタコの足が出てくるというね、映画が何なのかっていうのが話題になってるんですが、先週の段階でかなり有力になっていたのがテンタクルズという映画なんですけど、今週もですね、中村くん見に来て、見てくれたみたいです。ありがとうございます。島根県松江市22歳コッペピンくんからです。この事前配信での新内さんが見たタコの映画の話が楽しみになってます。そして僕は勝手に毎週映像を見てきてくれる AD 中村くんのファンになりました。かけながら応援してます。だってよかったねえ、でも古崎ちゃんもそうだけどさ、NHK の100カメ、 NHK さんの100カメに出てたらしいじゃないですか。ちょっと私その時お家いなくて見てないんですけど、再放送が来週あるのかな確か。え、2人ともめっちゃ映ってましたね。あ、古崎ちゃんが映ってたんだ。あ、中村くんは写真だけ。あ、そうなんだ。え、でもなんか富山さんから期待みたいなの書かれてなかったでしたっけ
頑張れ。はい、そうなんですよね。ということで、はい、そう、船崎さん、でもなんか船崎さんはですね、なんかいつも私に対しては結構強気でいるんですけど、あのその100カメの話をしたらちょっと弱気になってました。なんかただ笑ってるだけのディレクターになって、なんかちょっと心配って言ってたんですけど、ちゃんと仕事してるんで、皆さんいいこと書いておいてくださいね。はい、でちなみに中丸くん、テンタクルズどうでした？あ、ごめん、見してなかったです。いい感じですか？あ、でも音声乗っちゃうか。なんか違う、え、違うの？違うんですかね。三角みたいですね、うん、違うみたいです。三角っぽいです。なんなんだろうあれ。もう一つのヒドゥンは、こっちは見ました？ヒドゥンは見ました？あ、今ちょっと見てたんですよね、確か、さっき。そう、これはですね、なんかちょっと中村くん的にも三角みたいです。三角って難しいな、はい。千葉県市川市ショービズさんからです。ヒドゥンは、1987年公開のアメリカ映画で、あらすじをざっくり言うと、人間に寄生して次々と凶悪犯罪を起こす、エイリアンを同じく人間に寄生したいいエイリアンが追跡するみたいな感じです。男の体を乗っ取ったエイリアンのタコのような触手が、腕の皮膚を突き破りうにょうにょしているシーンは、確かに幼心にはドラウマレベルかもしれません。この映画も結構テレビ放送されていたので、うっかり目にしてしまった可能性は高いのではないでしょうか。なお今なら配信だと U-NEXT で見れるっぽいです。ヒドゥンなのかな。え、私簡単すぎん。群馬県モンステラオスさんからです。新内さん、ヒドゥンには腕から触手が出てくるシーンがあります。その触手を、幼い新内さんがタコだと認識したのだと思うのですが、どうでしょう。あー、なるほどね。あ、なるほどね。あー、そっかそっかそっか。ちなみにこの映画は1997年に一応洋画劇場でテレビ放送されてます。5歳か私。全然ありえるね。だって見せる気。すいません、ヒドゥン来週までにお願いできないですかね。でもダゴンかヒドゥンか、なんか絞られてきたら、その中でなんかベストオブそれっぽいやつを決めてもらって、だったら見ます私。だって怖いんだもん。はい、ということで、それではこの日と一緒にまたお会いしましょう。今週は高山和美ちゃんと一緒にお送りしていきます。バイバーイ。